はい、どうも、コミです。さあ、今日は紡ぎ組ですね。 CWL という世界的に結構有名なあのミックスクラン同士の大会があるんですけども、その中で紡ぎ組今シーズン優勝しました。これね、すごいことなんですよ。本当にあの CWL って今はね、あの 5V の、まあ、5対5の世界大会、世界選手権をクラッシュオブクラン公式があのやっていますけど、それを除けば多分だけど、世界で一番権威があるんじゃないかな。まあ、それぐらいの大きな、世界規模の大会なんですね。その中で紡ぎ組はミックスっていうね、ターンホール15から13、14とかそういう、複数のターンホール帯が混ざり合って戦う、そういうカテゴリーにこう挑戦し続けてきてるんですけども、そこで優勝したっていうね。このね、あの快挙はものすごいことだと思います。かなり、もっともっとね、こう取り上げてほしいなって思うぐらいの大きな、あの出来事だったんですけども、まあ、そんなクランにね、あの、私の撮影赤を貸してもらってるんで、今日は、今日と次回かな、2回連続ちょっと行こうかなと思ってるんですけども、紡ぎ組でちょっと特殊的にやっていこうと思います。一つ目、これはですね、スマッシュって言われる戦術を今日はちょっと深掘っていこうかなと思います。スマッシュって今はね、ターンホール15だとタイタンとか使われてますよね。あれですね。なんですけど、これターンホール12の頃から結構強い戦術で使えるんですよ。ただ、ターンホール帯によって使うそのユニットが違ったりするんですね。で、そこに関して、僕ね、ちょっと今回まとめていこうというふうに思って動画回してます。ではね、ちょっと見ていこうと思うんですけども、間違えた。すいません、ちょっと緊張しちゃったね。はい、まずね、1本目これです。29番、相手の29番ですね。このアタック、スーパーネクロを使ったスマッシュってやつです。で、まずこれどういうアタックなのかっていうのを、動画見ながらね、こう説明していこうと思うんですけど、今ヒーラーをグランドボーデンにこうつけましたよね。で、このグランドボーデンにつけたヒーラーの状態をオデヒーってまで俗に呼びますけども、この状態で、まずですね、ユニットをこれから出すところの、両脇を、カットしていきます。まあ、両脇っていうか、まあ、まずこれはグランドオーデンで片脇。で、もう片一方の脇をここですね、バルーンでこうカットしてますね、こういうふうに。で、このバルーンでカットして、で、この間のこの部分からユニットを投入していく。で、投入したユニットにヒーラーをスイッチさせます。これがスマッシュって言われる攻め方の基本です。で、今回はスーパーネクロマンサーを使っていってますね。で、アイスゴーレムを入れながら、バーバリアンキングで、さらにサイドをカットしていきつつ、後ろからヒーラーを引き連れて、グランドウォーデン、アーチャークイーンという形で中に迫っていきます。で、このスマッシュが強いのはですね、ペッカとか、今使ってるこういうスーパーネクロマンサー、あとターンホール14とか15で言えばタイタンですね、タチっていうのが、このヒーラーがつくことによって全然やられなくなるんですね。ものすごいタフになるんですよ。あのヒーローよりも回復量が多いんですね、ヒーラーって一般ユニットの方が。なので、全然やられないこの一般ユニットが縦になりながら攻撃をし続けてくれて、かつ後ろからアーチャークイーンが射抜くというね、この連携プレイがスマッシュの強さのゆえんです。で、ターンホール12でこれをやろうと思うと、スーパーネクロマンサーがめちゃくちゃ相性がいいです。まあ、これ以外で言うと、ペッカと、スーパーウィザードっていうね、いわゆる、ペカスパウィズ、まあ、中華式っていう風に、昔呼ばれていました。最近あんまりこのワード聞かないかな。はい。この、ユニットの構成が強いんですけども、それよりもスパネクが使えるならスパネクを使っちゃっていいと思います。で、今日ね、話をするのは、ここからどういう風にタウンホール隊が上がるごとにこの戦術が派生して強くなっていくのかっていうね、話をしていくわけなんですけども、タウンホール15においては、もうタイタン一択にほぼほぼ今なってきて、たまにボーラーって感じかな。はい。で、タウンホール12、13、14においては、今やってるネクロマンサー、ペッカースパビス、あとは、ボーラー、スーパーボーラーですね。まあ、この辺がよく使われていきます。なんですけども、スーパーネクロマンサーって、しばらくね、スマッシュをするにはものすごく使いやすいユニットとして君臨し続けるんですね、タウンホール隊に。なので、タウンホール隊、まあ、先のタウンホール隊かな。で、おまけに、これ、めちゃ強いの分かります。ボマーとね、フリーズニアス残ってるの分かります、これ。すごくない?ここと、これ。こんだけ残すんですよ、呪文枠を。あと、ボマーいらないんだよ。信じらんなくないですか?この耐久力。で、ユニットの動き自体も遅いんですね。遅い上に、それやすいので、これね、悪いんじゃないの?それやすいのっていうふうに思うじゃないですか。だけど、ちゃんとそれないように誘導するような、今見たようなね、アタックの、組み立てができると、これから他のユニットを使ったスマッシュをやろうと思った時に、ものすごくやりやすくなります。なので、
タウンホール12でやるスマッシュのおすすめのユニットは僕結構スーパーネクロマンサーかなっていう風に思ってます。なんでまあこれを今日ね上げさせてもらったんですけども、でこの戦術のもう日本のトップっていうのはスパネクを使った戦術ね、日本のトップっていうのはもう多分チョコさんがかなり有名だと思います。僕はでチョコさんのスパネクも当然ながらね、今日入れさせてもらおうと思ってるんですけども、基本はここおでひやるじゃないですか。でここね、ライトニングでゴリッと削ります。でこの削った部分とおでひのカットをこうつなげるんですね。そうすることによって奥深くまでのカットを作ってユニットが反れないようにします。出したユニットが絶対にこっちにこういくようにねしていくっていう形を作ります。こっちはダメよってことですね。で、このカットをすることがまずすごく大事で、さらに奥側のここねエビクサ、タンクまで、ポンプかなまで、カットしているのは、こっちの金庫の方にねスーパーネクロが行かずにちゃんと、このマルチンフレの方に向かってくれるようにカットをしているってことですね。このカットもすごい丁寧ですよね。はい。ユニットがちゃんとこれによってね、スパネクがマルチンフェルの方に行きました。なんで壁の中に入って、壁の中からこいつを撃つということができてますね。完璧な誘導ですね。はい。で、この辺の誘導も超むずいんですけど、これもう慣れていくっていう風な、考え方で、数こなすのが僕はいいかなって思ってます。どこまでカットしたらどうなるかっていうのは、プランニングの段階でしっかり考えておく必要ももちろんあるんですけど、やってみなきゃ分かんないとこもあったりするんですね。で、それちゃったから自分には向いてないよっていうふうに思うんじゃなくて、こういうね、ふうに反らさないような攻め方ができるようになるので、もうそれをね、心の支えにというか、しながら、どういうふうにカットしたらどういうふうに動くんだろうってところをこう練習していくとかなりいいんじゃないかと思います。で、スパネクの場合には、タウンホールをスパネクで取るケース結構多いんですけど、今回そうじゃないですね。タウンホールはバーバリアンキングを入れようって感じになってますね。この、まあ、誘導とかは結構難しいかな。なんで、まあ、これは多分上級編だと思います。タウンをね、こう、キングで取っていくっていうのは。できなくても全然いいと思うんですけど。まあ、慣れてきたらこういうことができるようになるといいかなって感じですね。さっきの1本目みたいにタウンホールをスーパーネクロで取っていっちゃうっていうのが、むしろ、12、13においてはね、スパネクの上等手段かなというふうに思います。はい、で、ロイヤルチャンピオンは裏側から回すって感じですね。こっち側からロイちゃんをガーッとこう回していって、最後ここで合流させると。当然フリーズは余りますね。はい。呪文が余るのはもうチョコさんクラスになると当たり前レベルになってきちゃうんですけど、クロークも残ってるしね。圧倒的に全開を取っていくと。いう形でなります。でタウンホール14においても、今12、13と見てもらったけど、14においてもスパネク強いんですよ。スマッシュをするならスパネク、タイタン、スーパーボーラーっていう風にかなり選択肢が増えるのがタウンホール14かなという風に思います。13までは、まあ、スパネクでいいんじゃないかなって個人的には思うんですけど、はい、でなんですけど、ちょっと14僕今回飛ばします。なんでかっていうと、14の方はね結構それ以外の戦術が強かったりするんですね。突撃艦スパビズからのラバルであったり、あとはまあ食い火も結構ね14はまだやれますね。だいぶやりやすいと思う。まだ15に比べると相当だったり、もうそもそも花火っていう戦術があるんで、14は少しね、そういう意味では戦術のバリエーションが今は豊富ですね。なんで、あえてスマッシュをやるってことを考えなくてもいいのかなっていう風な気がしているので、ちょっと飛ばして、ラストね、タウンホール15見ていきます。これがこういう風に進化するよってところを見てください。もうゴリゴリのタウンホール15ですね。もうフルマックスです。で、この村にヤッターさんが攻めていく。これ、さっき言ったようにタイタンを使っていく。タイタン3体持ってるんですけども、バルーンを当てていって、グランドウォーデンちょっと奥側に誘導していきます。こういう風に。バルーン、15体、ユニットが出ると、グランドウォーデンってそれを追っかけるんですね。その修正を利用して、まあ、ペットがついてる場合ね、ペットがついてる場合15体で追っかけるんですよ。で、その周辺性を利用して、で、グランドウォーデンをバルーン3体で少し奥側に誘導していきます。で、そのまま、ここのクロスを殴らせる。これはうまいですね。で、ちゃんとね、レイジを使ってあげるってことをしてます。タウンホール15ぐらいになると、陸のクロスのダメージが結構でかいんですね。200ぐらい秒間食らうんで、こいつによって、グランドウォーデンがね、おでひ状態でもダメージ受け続けちゃいますんで、あとは、グランドウォーデンのおでひ長くやっていると、時間切れのリスクもあるんで、そういうことをね、なくすために、レイジをかけて、少しね、加速させていくという感じです。で、イエティ、アイスゴーレム、タイタン、後ろからスーパーアーチャーって感じですね。で、スーパーアーチャーを使う場合っていうのは、これ結構ね、ここの真ん中のところにユニットが逸れることなく誘導できる場合、こう狭い区画をね、走らせる場合っていう、走らせることができる場合は、タイタンにスーパー、アーチャー混ぜ、これが結構強いです。で、
兵器はね、シューター使うことが圧倒的に多いです。まあ、タンゴール15はシューターを、グランドウォーデンのお手非常帯で、このね、陸のね、クロスボウとかのターゲットを取っておいて、シューターにターゲットが入んないようにしながら、シューターを当てていく。なんで、この陸のクロスをね、グランドウォーデンでしっかり折るような形を作ったんですね。で、こうすることによって、ヒーラーのスイッチも、スムーズになります。これヒーラーなかなかスイッチしないと、今で言えばこのタイタンとかね、さっきで言えばスパネックがやられちゃうんですけど、スイッチしない理由は、回復しているユニットが満タンにならないとヒーラーって基本的にスイッチしないんですよ。で、満タンになっている状態でヒーラーが動いた時にターゲットを変えるんですね。なんで、例えばグランドボーデンが満タン状態でも、グランドボーデンがそこから動かない状態になっているとヒーラーは動いてくれません。グランドボーデンが前に進んでヒーラーが動いた時に回復している対象、まあつまりグランドボーデンですね、こいつが体力満タンだと移るんですよ。なんで、ダメージ受けすぎちゃうと全然ね、タイタンにこうスイッチしなくてタイタンがやられちゃったりするんで、まあ、そうならないようにしっかりと、レイジを使ってグランドボーデンの体力を減らさないようにしながらお手引きやったっていうところですね、はい、でこんな感じで前回になっていきます。どうでしょう、スマッシュって本当にね、タンフォール15まで長く使える戦術なんですけど、タンフォール12から、どういう風にね、派生していくかっていうと、こんな風に派生していきます。やることが微妙に違ってましたよね。12、13も少し違うし、13になってやっとその、まあ、スパネクをするときにグランドオーデンで削るオーディヒーの奥側にライトニングっていう形がね、こう主流になってくる。銃はそこまでしなくてもよかったりするんですね。結構施設が多くないのでスカスカになってるんで、はい、それにくいような環境を、まあ、そんなに苦労なく作れちゃうっていうところもあります。で、15になってくるとスパネクはやっぱね、防衛の体力とかも上がってきてるので、 HP とかも生き残るんですけど、時間切れがめちゃくちゃ多いんですね。なんで、その時間切れにならないようなユニットを使っていくっていう意味で、タイタンとか、スーパーアーチャーを使うっていう風にこう変わってきています。なので、ユニットは違うんですけど、基本的なやり方、ユニットをちゃんと狙ったところに誘導する、誘導するためのサイドカットはオーデヒーでやる、ライトニングを使う、あとは、今で言えばこのシューターも使いますよね。で、こんな風にして、削りながら、誘導をちゃんとしていく、真ん中に入れていく。このテクニックっていうのが長く使えるスマッシュの基本になるんで、ぜひね、タンフォール12から、このね、アタックそれぞれ参考にしてもらいながら、どういう風にカットしてるんだろう、どこをどういう風にカットしようと思って、この、プランを組んでるんだろうってところを考えながら、ね、もう一回見てもらうと、だいぶね、分かりやすくなると思うんで、12、13の方、まあ、15の方もそうですけども、ぜひね、プロのアタックをね、ご参考にしてみてもらえたらという風に思います。ということで、以上になります。次はね、ちょっと面白い系、次の動画は、またつむぎ組のね、この CWL のアタックの中で撮っていくんですけども、ちょっとね、ヒロヤさんって方を取り上げようと思ってます。ヒロヤさんって、日本一のね、突撃艦スパビスのスペシャリストっていう風に言われているぐらい、言われていたっていうのかな。今はあんまやってないですね、スパビスを。15ってなかなかスパビスやりにくいらしいんですよ、ヒロヤさんから言わせると。なんですけど、それぐらいの突撃艦の使い手なんですね。この方が、この CWL の中で、なんとね、突撃艦アーチャーをやってるんですけども、このアーチャーの入った突撃艦の飛ばし方が、全然アタックごとに違うんですよ。これやばいぐらい違うんで、これね、ぜひまとめたいと思って、動画化しようと思ってます。そちらの方もお楽しみに。今日の動画もいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。では今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。